こんにちは、プロ棋士の柳沢です。今回も囲碁クエスト実況をやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。こちらの白番ですね。さあ今回は9路番で行ってみたいと思います。さて9路番本当に王道進行なんだこれ。これなんだろうな、センスなんだこれこの辺のネーミングセンスは多分、ジャンプアタックな、どういうこと大橋ひろふみさんのね、確か命名だったと思いますけど、ジャンプアタックってどういうことなんだろう。さあこれどうしたらいいのかな。これ9路盤の場合は、なんか上から跳ね出していく手が割と有効だったような気もするんですよね。普通はこういうとこはね、下跳ねるべきところなんですけど、まあこれでどうなんでしょうか。これで下の1目を取ってきて、この辺に白が打って左上が白地になってくれば、黒を込み出すのが大変なんじゃないかなと。そうですね、だからそっちに来ますよね。でこう振り替わりになってどうですかね。これ黒まあ抑えぐらいですよね。それ以上大きく白を取りに来るっていうのは大変。あ、まあ一旦ここにつけてくるかな。そのつけはまあでもまあ跳ねと変わって、どうでしょうね。黒も後手を引いてはいけませんからね。あ、それ打ってきましたか。まあ、これは押さえて。お、そっちから来ましたか。なんだこれ。これはまあ普通は次ですかね。いや、なんかこう曲がって頑張っちゃうような手もね、あったかもしれないんですけどね。さてここで抑えられた時にね、結局そこなんですよね。あ、そっちから来ますか。うわー、え、これ攻め合いを一応勝ってるから、まあこれはなんかこっちを一気に来ますね。まあ、この2箇所で大きく生きれればもうなかなか黒は込みを出せない形になりますよね。一応9路盤で白番打つときはちょっと一つのそれ目標にしてますね。2箇所で生きれれば大体勝ちみたいなところはありますよね。これ滑りかな抑えかなどっちかな。まあまあ手堅くいきますか。あと行きさえすればというところでね。あ、そっか、ちょっと軽率だったかなこれ。しまった、軽率だったかなこれ。ここにダメ詰められて当てると絞られちゃいますね。これはしょうがない。でこうやった時にこう詰めると当て打って2の2に跳ねられて、こう左下跳ねが効いてきて、左下の石を取れない形になっているので危険ですが、ただこの時にこう飛ぶという筋があるので大丈夫ですね。一瞬ちょっと一瞬軽率だったかなと思ったんですけど、一応大丈夫ですかね。さてこれはなんだ、これは何ですかね。次でいいのかな。ただ左下にね、どっちみち手が入ってくるので、もう取っておきましょうか。ダメ詰めてね、もう取っておきます。こうやってで、まあここしっかり取っとくことによって左上が一応挟みつけるような手が、挟みつけるようなというか挟みつけがあると。ということですね。こっち側のダメ、締め付けがね、黒から効かなくなったので。はい、でこれはね、19路盤でも結構出てくる筋なんですけど、これ他に出るのがいいですね。ここに出られた時に黒は受け方がすごい困るんですね。これ引くと切れるし、そうやると伸びがぴったりなんですね。はい、ちょうど解説
なんかまるで解説のために言ってくれたかのようなタイミングでしたけど、そう、これがしびれてるんですね、黒ね。はい、さあこれであとは右上が、まあ何事もなさそうなので、まあ、これもスタイルですかね。はい、逃げ切れそうかなというところですね。これはまあ抑えてもいいし、まあどうせ羽釣り打たれてしまうとか、挟みつけてくる可能性もあるので、こっちで受けときますかね。あ、間違えた。2の2に曲がらないといけなかった。曲がる場所を間違えました。これだと、後でちょっと、敵になる可能性が残っちゃいましたね、これ。若干間違えました。この際が最大かな。はい、これでね、追っかれると敵になっちゃうので、まあ、羽を一回とこうかな。羽って、ここにへこまないといけないですね。継いじゃうと、2の位置に置かれて敵になってしまうので、はい、こちらで打ちました。さあ、これで、もう終局ですね。はい。はい、ということで、あ、時間切れになっちゃいましたね。はい、ありがとうございました。では今回のポイントを解説していきたいと思います。まあ、ここからですよね。まあ、曲がりから、これは黒は多分これを先手で締め付けようというイメージだったと思うんですけど、これは後手になってしまったので、まあ、ここに押さえていってどうかっていうところでしたよね。うん、まあ、これで非常に難しい形勢だったと思うんですが、実際はそうですね、これで右上に白が先着することになって良、くなったかと思うんですね。で、まあ、この後、すごい皆さんにも参考になる場所がいろいろ出てきたんじゃないかなと思います。こうやる手がね、結構白も怖いところで、当てるとこの絞りが効いてこっちに打たれちゃうと攻め合いが、あれ？逆転したかと思ったけど逆転してませんでした。あ、そっか、これでも別にいいのか。逆転してませんでしたね。そうか、手数伸びてないのか。あ、伸びてないのかというか、1手伸びただけじゃダメなのか。そうですね、左下はもともと白が2手勝ってたので、大丈夫でしたね。で、ただ、今の、もしね、白がダメだったとして、こうやってしまうとですね、当ててこうまくられて、これちょうどこの羽がすごい効いてくるんですね。これで、黒をね、追い落としにできない形なんですね。この黒石がなければこうやってここに後ろから当てていきたいところなんですけど、はい、めっちゃこの羽が効いてくる。そしてこっちに切るとこっちを絞られて取られちゃうと、こういう形なので、もしだからこの当てが成立しない場合はここに飛びで受けるというのが形になりますね。はい、まあ、これが一つ、今回どう特筆すべきポイントかなと思います。あと左上ですよね、ハサミつけてこうニュッとこう出るのがいいんですね。はい、これ手順を間違えてこう伸びとかから打ってしまうと、はい、これ白が取られてしまうんですね。はい、先に出から行くのがいいんですね。引きだったらこの切りが厳しくなります。はい、あ、でもこの場合はあれでしたね、下で生きといて、この当たりしても白がここに当たりしても、この当てが先手で効いてるんで上も大丈夫だったので、この場合はこうやって下取っちゃった方がいいですね。ただ多くの場合はこの上切りがね先手になると黒が困ることが多いですよね。まあ10キロ版でもこれよくできる形なので、はい、ここで単に出るというのが形ですね。まああとここにつけるような、手とかもありますけど、まだこれ割り込まれてね、まあ結局まあこう頑張ればこうにできますけど、はい、まあこうだとこれ白もちょっとリスクが大きいので、はい、まあこの出が筋ということですね。はい、この辺を、まあ、実践でも出てくるよということで、参考にしていただければなと思います。はい、ということで今回は以上です。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録をぜひお願いします。そしてコメントもお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。